イエーイ。はい、今回の配信ではランキングの読み上げをさせていただきます。上位3名の方にはこちらのデッテレーンチェキをプレゼントさせていただきます。後ほど上位3名の方のお名前と日付メッセージを入れさせていただきます。ランキングは8時58分頃にスタッフさんがチェックさせていただいたタイミングのランキングとなりますのでご了承ください。それでは最終回ですね。ついに密着動画いきます。ありがとうございました素敵な映像最終回なんて寂しい。まずはね、すごく嬉しかったですね。どうでした皆さん、最終回でしたが、ちょっとうるってきちゃった。なんか最後にあれですね、あんなに振り返られるとちょっと11歳の気持ちで自己紹介お願いします。ちょっとすいませんはい嘘ですくしゃみは大丈夫です。ありがとう、皆さん本当に見ていただいてありがとうございました。10期生のプロローグ、そうですね、なんかもうすでにあの夏のライブが懐かしいというか、すごく懐かしいですね。いやってなったらもうオーディションなんてどれだけ懐かしいってなったら、この密着動画本当に始まった頃って懐かしいな。もう一瞬で終わっちゃいましたね。密着動画3ヶ月くらいやるんやと思ってたんですけど、全然一瞬で終わっちゃった。ほんまに早い懐かしいですよね。なんか私はこの動画だけを見ててもすごくみんなの成長も感じますし、私もなんか成長を感じます、自分自身でもやっぱでも確実に全員が今ね、やっぱ頑張ってるんですけど、次回のライブに向けてもうみんな本当に成長したなっていう、やっぱすごいなー。いやー、アップデートしてるなーなんかね、そうですね、いやー感動しちゃった。なんかその最後のオーディションの時に、いや今はもうまだ10期生にはいやまだまだできるって全然言ってるんですけど、ちゃんとよく考えたらオーディションの時のその動画とか流れて見たら、あれですね、いやちゃんとみんななりにちゃんと頑張ってて成長してるなってめっちゃ思いました。やばいやばい、涙腺が緩っちゃう、やばいやばいやばい。最終回だけの物語、そうですね、なんかこうやって今までの先輩方の密着動画をずっと見させていただいてたんですけど、なんかまさかねここに私がわー出るなんてもう思ってませんでしたし、嬉しいな、密着動画嬉しい。終わっちゃったのな、ね、寂しいけど、またいつかなんかドキュメンタリーやっていただけたら嬉しいですね。ほんまにどうですか、見ながら泣いちゃったわ、ありがとうございます。いや配信中もさずっとコメント読んでたんですけどね、ちゃんとみんな面白い女ありがとうございますありがとう、ギュッありがとうございます。あーやばい、不正事になってる密着本当によかったよかった、来るかも見れてよかったです。まさかね、恥ずかしくて見れなかった、今こんなんなってみたよ。本当に10期生のこれからが楽しみ、そうですね、本当にそう、守りたいこの笑顔、ありがとう10期生本当楽しみです。やばい、だってこんな3ヶ月ってかまだ3ヶ月経ってませんからね、言うて2ヶ月半くらいでこんなに成長見れるなんて、わーちょっとやばいですね。確かに、まあそうね、自分の自己紹介を受け入れます。いやなんかしかもちゃんとあの時のライブで私って自分のことをわーしって言ってるのを気づいたんですけど、ちゃんと自分わーしって言っててびっくりしました。やってますよ、心は11歳でやってます、ちゃんとね、体力には負けず8、9、10期生公演密着、そうですね、していただきたいです、ぜひ密着してくださいベライトありがとうございます。周年コンサートは楽しみにしててください。今本当にちょっとこの動画を見た後に、あーずるいな、このタイミングで最終回に私に見せるなんて、私が一番言ったら10期生にはちょっと厳しくねやってますから、このねタイミングで私に見せたら成長を感じさせられるとか、みんなをちゃんと褒めないといけないんだっていう、褒めないといけないとか、もう褒めるしかないな、ね、
コナンちゃんはあれじゃないですか、あの衣装のね、そう最終じゃない、コンサートの時にね、衣装トラブルとかも本当にあって、あれはもう本当に出れませんっていう風に言われたんですよ、みんなで。でその前座の直前に出れませんって言われて、全員で出れませんってなって、もう全員が15人で出れないっていうことに動揺したし、でも私以上にその当事者たち、出れなくなった子たちが一番もうね、笑顔を引きつっちゃって、ささささ最高っていう曲を歌わなきゃいけないのに、笑顔が引きつっちゃって引きつっちゃってしょうがなくて、ね、でも本当に私はあのその全員で出れたんですけど、結局アップデートの楽曲はその出れるって知ったのが、あの私はダミアの表面張力をさせていただいたんですね、先輩方と一緒に。でそれが終わったら、終わってというか、私アップデートやってる時も、あ15人いないんだと思いながらやってたんですけど、なんか後ろ振り返る振り付けがあって、そしたらなんか15人全員いると思って、あれ全員いると思って、で終わった後に、ね、なんで出れたのって言ったら、ちゃんとなんか本当に出させてくださいっていう風にあの言ったって、頭を下げたって言ってて、ほんまに偉いじゃないけど、まあ、衣装のミスはしちゃったけど、ほんまに偉いってか偉いよくやった、よくそのごめんなさいっていう言葉をよく出したと思って、ごめんなさいっていうのはね、簡単そうで難しいですから、ほんまに。だから私はアップデート中に、アップデートの楽曲中に踊ってる最中に15人いると思って泣きそうになってました、あの時。よかったと思って、やっぱ全員でね出れないっていうのは本当に、そうで、スタッフさんも心苦しかったら、多分そうなんですよ、本当に。だってスタッフさんがどうにか出させてくれませんかっていう風に言ってくださってたのも私は聞いてたので、はあ、すごく本当にね優しいですね。はい、ありがとうございます。はい、それではそろそろランキングの3位から読ませていただきたいと思います。ドゥルードラムロール、ドゥルー、3位コロワンカメレオンアイドルおじさん、ありがとうございます。2位トミオさん、ありがとうございます。そして1位ほのかさん、ありがとうございます。皆さん本当にありがとうございます。いつもいつもいつもありがとうございます本当にありがとうございます。それではこちらのねチェキを、お名前と日付とメッセージを入れて後日発送させていただくなので、あ発送させていただきますので、ぜひお楽しみに待っててください。それでは今回で10期生密着動画最終回でした。本当に皆さん、これまでの週もう密着動画、この期間たくさん見守っていただき本当にありがとうございました。はい、寂しいですが締めさせていただきます。今日の担当は10期研究生くるみこと三鴨くるみでした。皆さん本当に最後までありがとうございました。またね、バイバーイ